はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすしょうでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そしてね、皆さんこの動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、目には見えてないけど我々の人生にですね、とても影響を与えている心をテーマにお話をしていきます。先日と言いますか、まあ僕のインスタを見てもらっている方は見たことあるかと思うんですけども、まあ、この前の6月に入院した時をきっかけにですね、まあ、読書にハマってましてですね、読書、本を読む読書ね、まあ、7月8月を通して、まあ、30冊ぐらいビジネス書を読みました。まあ、そんな中でですね、スポーツ心理学の本を読んだんですけども、まあ、こんなことが書いてました。スポーツの持つ4つの柱、元気、感動、仲間、成長、まあ、スポーツを文化にしていきたい、スポーツが持つ医療性、芸術性、コミュニケーション性、教育性の要素で説明します。まあ、すなわちスポーツは医療性なので元気、コミュニケーション性なので仲間、芸術性なので感動、教育性なので成長。だからスポーツは元気、感動、仲間、成長なんだとおっしゃってました。で、思ったんですけどね、まあ、これって献血で置き換えればですね、まあ、献血は医療性なので元気、人が人を助けるコミュニケーション性があるので仲間、人が人によって助けられるので感動、人と人が助け合うという教育性があるので成長ね、どうでしょうか。元気、感動、仲間、成長、いやいや無理やり感はありますけど、まあ、当てはまりますよね。まあ、でもこれってスポーツも献血もそうなんですけど、やはりね、心が動いてるんですよ、心。まあ、人間がね、このような行動を起こすときには必ず脳や心の状態で動かされています。まあ、心はね、状態があります。脳には機能があります。脳の機能によって心の状態がいろいろと作られています。良い心の状態をね、作り出したいのなら脳の機能を磨いてあげればいいのです。まあ、とまあね、急にこんなことを考えるのも難しいですけども、まあ、これが無意識にできたら、まあ、この世の中はね、平和になるんでしょうね。はい、まあ、といった感じでね、まあ、このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様に協力してもらってるおかげでですね、行かせてもらってるからだと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますとですね、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。